経験もある
年の世界陸上に出場した2人の選手です、はいはいはい、これはチームのこともありますけど、この両者のその意地っていうのも あると思うので、あ、まあ、少し廣中選手が前に出ましたね。ここで廣中、JP 日本郵政グループ、今日初めて首位浮上、3年ぶりの優勝に向かって、JP 日本郵政グループが首位に立ちました。オプリさん、キロを切りました。廣中璃梨佳がスパートしていますが、ただ佐藤沙耶香もこの執念の粘りです。そうですね。あ、なんといっても積水化学には5区に新谷さんが待ち構えているっていうのがやっぱり大きいんですよね、なので日本郵政グループは5区の鈴木亜由子さんに渡るまでに最低30秒は欲しいというのがやっぱり思いなので、ここでもっと話しておきたいって、そ、もっともっと行かなければっていう思いで多分廣中さんは走っていると思いますよ。このデッドヒートは残り 2.6 キロを迎えます。まーちゃん、東京エレクトロンスポーツスペシャルクイーンズ駅伝
エース間の3区は残りまもなく1キロを迎えようとしています。状況が全く変わらないという中、はいはい、これ並走なんですけれども、並走というよりも廣中選手は行ってるんですよ、はい、何回も仕掛けてるんです。でもその仕掛けに全く離れずに粘り強さを見せているのが佐藤選手という感じですね。2メートル3メートル離れてまたつくという状況がずっと続いてるんですね、はい、このやっぱりこう苦しくなってから粘れる佐藤さんのこの強さというのはやっぱりマラソンをしてきた足もありますけれども、はい、さすがですし、やはりあの前を引っ張るというのはそれだけ力を持っているので、この廣中さんが何回も何回もこう行くのはもっと体力を使っているんですね、はい、でもここまでこう走り切れるというのはやはり廣中さんの強さ、いや2人ともタイプ違いますけれども、はい、すごいですね。これが来年のパリオリンピックへの思いが伝わってくる激走です、はい、廣中璃梨佳はトラックで、佐藤聖夏はマラソンで、さあパリオリンピックを目指しているこのネットゲームになっている、その後ろのパラソニックの渡辺真由美もなんと15秒差ですから、パリオリンピックマラソン代表
8チームがクイーンズ8シード権を獲得できます。天満屋松下夏実から西村美月に今8位で助けを渡りました。そしてユニクロです。吉川は8人抜き。ある吉川由美は MDC を走り全区間を走った。エディオン柳久に天満屋への助けを渡しキャプテンから次キャプテンに助けを渡り柳久にも8人抜き素晴らしい走りを見せています。そして11位で緑のユニフォーム三井住友海上、そして12位でユニバーサルエンターテインメントが行きました。三井順位を落としました。ここまでトップからは2分27秒、8位の天満屋からは30秒ほどしかまだ差はありません。そしてスターツです。スターツは外国人選手エスターが行きました。13位で行きました。そして日立、さらにはルートインホテルズがほぼ差がなく行きました。5秒ほどの中に3チームが入っています。15位のルートインホテルズ、そして大塚製薬が16位、西谷から川内に助けが渡りました。MGC を走った川内が4人抜きを大塚製薬西谷が達成しました。そして島村です。島村は17位、そして九電工を走った4人抜き。さらには先行が行きました。先行苦しい走り、初出場の先行総合物流企業、19位で先行が行きました。竹山は苦しい3区となりました。ここまで19チーム、そして20位でワコールが来ました。ワコール柳谷から平谷、20位でタスキが取りました。ここまで第3中継所20チームがタスキ渡しを終えています。残り5チームの登場が終わっている第3中継所です。積水化学の佐藤さやか、そして JP 日本郵政グループ廣中理恵からの素晴らしいデッドヒートがありました。素晴らしいデッドヒートでしたね。佐藤さんのラストは本当に強かったですね、はい、やっぱり勢いをチームに戻すことができたというのは非常に大きいと思いますね。そうですね。それからパリオリンピック代表内定を決めた道山真央と、そして鈴木優香は苦しい走りになりました。本来はマラソンから42日後ですから、はい、高橋さん、ね、パリオリンピックにとっては休んでいる時期かもしれませんが、チームのためにこの駅伝を走りました。はい、苦しい中でしっかりとつないだと思います。これがまずスピード練習としてまたマラソンにつないでくれるといいですね。はい、そして画面は1号車です。2位が変わります。21秒の差がありましたが、 JP 日本郵政グループ小坂井をパナソニックのジャネット・ニーバが抜きまして2位が変わりました。2位がパナソニック、3位が JP 日本郵政グループという形に変わりました、はい、先ほど3位とこの1位の積水化学の選手のタイム差をちょっと見てたんですけど、28秒差です、はい、で今抜いたのでまたさらにちょっと縮まってきているような感じがしますね。先頭積水化学の佐々木里奈は非常に快調なペースで最初の 1km 2分49秒というハイペースで入っています。絶対的な信頼があるというこの佐々木がリードを広げているという情報です。では4区のコースをご紹介していきます。5位がジェブン
したジェプングティチ、中継所ではどれくらいの差になるんでしょうか。そして画面3号車です。8位争い、来年のシード権、クイーンズ8争いも激しくなっています。ユニクロとこの天満屋の日本人の争い、ほとんど今差は広がっていません。ユニクロは同じ種目のスピードランナー、世界陸上にも出場しましたニクレ快走の後藤夢が移籍をしてきて刺激を受けているという、安本がこの天満屋のルーキーの西村にしっかりとつけています。ルーキーの走りというのはプリンセス駅伝天満屋非常に光りましたけれども、武富監督はこうした若い選手の走りがチーム全体にも勢いを与えているという評価をしていました。そしてルーキーの西村がちょっとずつですが、このユニクロの選手が話し始めています。ユニクロの安本と天満屋の差が少しまた1秒から2秒ぐらい開いています。その後方11位の三井住友海上、上田香音との差はまだ20秒ぐらいあります。天満屋が現在8位、そしてユニクロが現在9位を走っています。天満屋は3年連続で2桁順位が続いているという状況ですが、この後僕には東京オリンピックマラソン代表の前田穂波が待っています。そして第3中継所インタビューです。すごい輝きました JP 日本郵政グループ廣中璃梨佳選手です。お疲れ様でした。ありがとうございました。積水化学の佐藤選手とすり合うレースとなりましたが、ご自身で振り返ってどんな走りになりましたか。そうですね、前半は攻めつつ後半が大事かなと思ったんですが、なかなか伸びのある走りができず、なかなか練習の成果がここで思う存分発揮できたかというと、ちょっと悔しい部分も大きいですが、後半の選手有力な選手いるので託したぞという気持ちで引き渡しでしたので、3年ぶりの優勝に向けて大友選手に一言お願いします。はい、もうチーム JP として一丸となってゴールで待っているので連続的な力を持ってほしいです。お疲れ様でした。ありがとうございました。昨年は1秒差で完勝を果たしました。また新しい廣中璃梨佳の伝説が田中さんここから始まりますね。そうですね、区間賞を取っても悔しさをここ口にするあたりは、本当にエースとして、また力のある選手と素晴らしいなと思いますし、彼女も2週間後のね、やっぱり1万メートルパリオリンピック選考会にしっかりつながる走りだったと思います。はい、現在3位を走っている JP 日本郵政グループの小坂井千佳です。さあ小坂井がどの位置で僕の鈴木歩子に襷を渡すんでしょうか。よくいよいよ最後の宮城の立教に入っていきます。1号車です。この先一般道素晴らしいペースで走り切りました。3号9分12秒でカバーをして、さあいよいよ宮城に先輩が待って中継となってきました。そうですね、いよいよ優勝を奪還するところまで来ていますね。先ほどから、後ろを走っているこのジャレット・ニーバー選手の差を測っているんですが、なかなか詰まらないんですよね。だから佐々木選手がどれほどやっぱり素晴らしい走りをしているかというところですね。見ているとホームなど見ていると中距離選手のような力強さがあって素晴らしいと思います。仙台市の東区の出身です。4年連続4回目のクイーンズ駅伝です。後ろに新谷仁美先輩が待っているので安心して走れるということも話していました。その新谷先輩に2年前の初優勝の時と同じ僕先頭で襷が回っていきます。仙台出身の佐々木里奈、素晴らしい走りを見せています。5区には絶対的エース新谷が待っています。新谷仁美が待っています。その新谷仁美笑顔で待っています。積水化学2年ぶりの女王奪還に向けて第4中継所トップで襷をつなぎそうです。ここから新谷仁美絶対的エースがどんな走りを見せてくれるでしょうか。佐々木里奈が素晴らしい走りを見せています。さあ今笑顔の襷渡しとなります。新谷仁美が力強く走り出しました。第4中継所積水化学トップで走り出しました。新谷仁美がトップです。さあそしてパナソニック17年18年と連覇をしているパナソニック復活を果たしたパナソニック新加入の新谷から今新キャプテンの中村勇輝へ2位で襷を与えました。パナソニックが今一つ順位を上げて2位で襷をつないでいます。さあさらには JP 日本郵政グループもいい位置につけている小坂井千佳から、そして待つのは東京オリンピック代表の鈴木歩子ラストと今声をかけました。笑顔で待っている鈴木歩子に小坂井千佳から今3位で襷が渡っています。ここまでトップとの差は39秒。鈴木歩子東京オリンピック
を経験している鈴木亜由子、チームに貢献する走りをしたいと話しています。さあそして2チームが見えてきました。資生堂のジェプングティチ、区間記録に迫るいい走りをしています。2連覇を受けて資生堂のジェプングティチ、さらにはダイハツも来ている。15年連続のクイーン駅伝となる高島由香にジェプングティチから今担ぎがつながりました。4位で資生堂三つ順を上げて4位で通過しています。さらにはダイハツ松田瑞希、10年連続10回目の出場となる松田瑞希が今ダイハツ5位で通過しました。いっぱいもしかして、さあそしていっぱいだね。なんでこんないっぱいなんだよ、別に国も。見えてきたのが第一生命グループです。ここまで第4中継所5チームが通過しています。いっぱいだよ。岩谷産業の姿が見えている。三島国は、なんでこんなマジなんだよ。1位で通過した岩谷産業、さらには第一生命グループも姿が見えています。まずは岩谷産業、前田梨乃から中野まどかへ、6位で襷がつながりました。さあ、そして第一生命グループ、原田からルーキーの飛田凛香へ、7位で通過しています。2つ順位を落としていますが、第一生命グループ第4中継所7位で通過しています。ここまでトップの差は1分56秒です。いっぱいなの。さあそしてスターツの姿も見えてきました。今年こそはクイーンダメだ、飯食えねえ、いっぱいだ。なんでこんないっぱいなの。もう1時半なの。サッカー記録に迫る勢いでワンクイーンエスターが走り込んできます。サッカー記録にはマイナーに及びませんでしたが、今年こそは記録エースに向けて佐藤奈々へ襷がつながりました。ベルグランド佐藤奈々が8位で走り出しました。2つ順位を上げています。天満屋の前田穂波、エースの前田穂波が今10位で通過しています。さらには4つ順位を上げて11位でブルートインホテルズ。ここまで8位のスタートの差は20秒ほどだ。ユニクロも行きました。ユニクロ9年ぶりの入賞へ、12位で助けがつながっています。さあエディオンの姿も見えてきました。前回悲願の初シード入りを果たしたエディオンが今13位で助けをつないでいます。さあ9年以降リベンジへ向けて、キッケモイから三木若田へ14位で助けがつながっています。ここまでトップの差は3分17秒9年以降62秒で14位です。さあ続いて選手が走り込んできています。この先右折専用レーンがあります。まずは日立、そして16位に大塚製薬、17位で京セラです。さあそして続いて18位でユニバーサル、島村が襷をつなぎました。18位でユニバーサルエンターテインメント、島村が19位で通過しています。ここまで19チームが襷をつないでいきました。積水化学パラソニックの差が16秒、ジェピー日本郵政グループ鈴木亜由子が39秒差でスタートしていきました。資生堂は1分11秒差、差を縮めてきましたジェプングティチですが、この後高島由香がどこまで追いかけてくる展開になるんでしょうか。積水化学の新谷仁美、トップで襷を受け取っています。9月にマラソンの日本記録を目指したベルリンマラソンがありました。ただその悔しさ、更新できなかった悔しさを持って、このクイーンズ駅伝を競技していたクイーンズ駅伝の舞台に立っている新谷仁美です。では僕のコースをご紹介しています。後半のエースが配置される5区は10キロ、仙台の中心街を駆け抜けると険しい坂道が続く最も過酷な区間です。仙台のランドマークトラストシティを越え、アンカーに襷をつなぎます。順位を今上げました。天満屋8位に順位を上げました。
ています。立迫監督も仮に出遅れてもこの5区の前田穂波がゲームチェンジャーになれる、そう昨日話しました。さあここからどれだけ順位を上げられるか、前田穂波にも注目です。天満屋の武富豊監督も目標は8位ということを言っていました。 MGC のメンバーが戻ってきて、まあ、4人入ったという天満屋ですからね。はい、まあ、その中でも前田選手はですね、はい、やっぱり完璧にその前に練習がこなせたと、マラソンだったら2時間20分を切れる力をつけたと、それが MGC で発揮できなかったので、ここでしっかりとその結果を見たいということをおっしゃってましたね。はいはい、本人もあの寒い中でしたけれども、これまでのマラソンで一番ダメージなく、この右折専用レーンに当たりますってました。はい、走りを見ても非常にキレのある走りができていると思います。はい、そしてスターズも過去最高が9位ということですから、初めてのシード権に向かって現在この天満屋とスターズが並んでいるという状況です。8位と9位が今この2チームが並んでいるという状況に朝なってますね。ベテラン西川選手10年目になりますからね、しっかりここで気を吐いてもらいたいですね。天満屋とスターズ、クイーンズ8の争いが激しくなっています。そして画面は1号車新谷仁美選手がいよいよ走り始めています。1万メートルハーフマラソンの日本記録保持者、トップでもらって、果たして2年ぶりの女王奪還になるんでしょうか。東京エレクトロンスポーツスペシャルクイーンズ駅伝、いよいよ積水化学新谷仁美がスタートしています。もしもし、お付き合いいただけませんか。あら、よろしくお願いします。じゃあデート。